イエス様は荒れ野に行かれ40日間断食された後、空腹を覚えられました。そこに悪魔が来て言いました。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。しかしイエス様はお答えになりました。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。次に悪魔はイエス様をエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言いました。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。しかしイエス様はお答えになりました。あなたの神である主を試してはならないとも書いてある。最後に悪魔はイエス様に世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて言いました。もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えよう。しかしイエス様はお答えになりました。退けサタン、あなたの神である主を拝みただ主に仕えよと書いてある。こうして悪魔のすべての誘惑に勝利されました。そこで悪魔は去っていきました。ところで悪魔は洗礼を受けて神様の子とされた私たちも誘惑します。それらの誘惑は本質的にイエス様が受けられた誘惑と同じではないかと思います。例えば食べ物の誘惑です。 C.S. ルイスの悪魔の手紙の中で悪魔は小悪魔に、過去100年間における我々悪魔の最大の偉業の一つは味覚をめぐる問題に関して人間の良心を鈍らせたことだと言っています。食べ物の誘惑は私たちの住むこの日本で最も強い誘惑の一つかもしれません。美食が追求される中であらゆるメディアが競って食べ物の情報を流しています。一方で日本は食品ロス大国です。貧困家庭が増え飢える家庭が増えています。そのような中で悪魔は私たちを誘惑します。私たちが悪魔に勝利するためには食べることに執着せず御言葉を第一にして生きることです。しかし誘惑は非常に強いので負けてしまうことがあります。神様はそんな私たちを憐れんでくださいました。ただイエス様を救い主と信じるだけで私たちをよろしいもの、正しいものとみなしてくださいます。それなので私たちがイエス様を信じるならば、実はすでに悪魔の誘惑に勝利しています。私たちは信じるだけで永遠の命が約束されているからです。私たちの命を悪魔は脅かすことはできません。それを知った上で私たちぜひ悪魔の誘惑と戦っていきたいものであります。